はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回はどう評価する鹿島対福岡、長い目で考えてみようということで、鹿島対福岡のマッチレビュー、昨日の試合ですけどもね、振り返りやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、ちょっと僕が昨日夜勤だったんですぐにこう試合を見ることできなかったんで、1日遅れのレビューにはなりますけれども、さあ、鹿島福岡先ほど見終わりましたが、なかなかにね面白いゲームだったんじゃなかろうかというところで、まあ、しかしね逆に評価も難しい、そんなゲームだったんじゃないかと僕は思うんですけれども、まあ、自分なりの考えというのを長い目で考えた時にじゃあどうなのか含めてやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まずこちら鹿島福岡0-0ドローということですね。まあこれねどう取るかですよね。まあ好調鹿島、相手にドロー、これがいいのか悪いのかっていうのも、鹿島が1人少ない状態だったんですよね。それでやっぱ勝ちきれなかったというのがね、最後決めきることができなかったかっていうのがやっぱり評価としてどう、ね、なるか。まあやっぱ勝たないとまずいだろうと、やっぱこう、ね、どんな、ね、強い相手であっても、まあ、1人数的有利であればね1点ぐらい決めてもらうと困るよ、そこの評価になるのか、それとも、鹿島そうか強いもんな、まあいいかなってなるかどうかってところかと思うんですけれども、さあ一応僕の考えはこんな感じですけど、まずこちら、鹿島福岡ドロー、そして左出しているのがこの試合のスターティングメンバーにはなってきますが、福岡はメンバー変更なしですかね。まあ、井出口選手がこの間の試合で怪我をした、まあ、影響もあって、ダブルボランチの一角は中村選手が入っております。で、ワントップ、ツーシャドウは金森選手、ルキアン、山岸、ここ継続、そして小田選手はフルストのゲームで、奈良選手、センターバック、キャプテン奈良選手もフルストの、まあ、ゲームなんで、まあ、で小田選手に関して、本当はね、もっとこう鹿島のユニフォームを着て、この鹿島スタジアムでプレーをしたかったんじゃないかと、思うんですけど、もね、まあ、しかし、ね、今は福岡の選手として、まあ、鹿島に帰ってきたわけなんで、この試合どうなのかなと思ったんですけれどもね、まあ、悪くはなかったと思いますし、しっかりクロスを、ね、上げるシーンもあったんで、全然小田選手に関してはね、まあ、鹿島サポーターから見ても、あ、小田頑張ってんじゃんって思わせてくれる、まあ、そんなプレーが、あったんじゃなかろうかというところで、まあ、今後もちょっとね、この小田選手の活躍というのは僕は福岡の選手として期待していこうと思ってますけどもね。で、他じゃあゲーム内容を見ていきましょうということですけれどもね、本当評価が分かれる試合結果になったんじゃなかろうかと。で、まあ、佐野選手ですね、鹿島佐野海舟が退場で1人少なくなって、じゃあそこからどうするかってところで、逆にね難しくなってしまったのが、福岡の時間帯があったからこそなかなか、難しくなってしまった。やっぱりアビスパ福岡、これはプレビュー動画でも話しましたけれども、自分たちでボール持った時にじゃあどういう風なアクションを起こすことができるかどうか、まあ、ディフェンス面に関してはね、まあ、鹿島が11人の状態でもしっかり通用することができていましたんで、ね、しっかり守ることができていたんで、まあ鹿島相手であろうが今の福岡の守備というのは相当ね硬いというところにはなってきますよね。じゃあ逆にオフェンス面ね、点を取るために自分たちがボールを持った時に、どういう風な態度を取ることができるかどうかみたいな話は、プレビューでもちょっと、ね、そういうニュアンスの話は、ね、したんですけどもね。でこの佐野海舟が退場してからは、まあ、より一層福岡が、ボールを持って自分たちで運んでいくとかどうにかしようみたいなシーンがあったんですけれども、まあ、だからこそちょっと難しくなってしまったかもしれない。多分鹿島が11人の状態であれば、もっと試合終盤鹿島が人数かけて攻め込んでいると思うん で相手が攻め込んでくるということは、それこそ福岡のまあ狙い通りというかね、相手が攻めてきたところ相手が攻めてきたところを奪ってカウンターにつなげたいチームなんで、むしろそっちの福岡は勝機があったのかもしれませんが、しかしね、さっきも言いましたけれども、やっぱりこう自分たちである程度ボール持った時のアクションという、そこのバリエーションも増やしていってほしいところにはなってきます。やっぱりこう勝利したセレッソ作戦みたいな決勝ゴールのシーンですよね、まあ、しっかり右で作って反対サイドまで展開して中で決めるみたいな、ああいう粘り強いパス回しというのを見てみたいところにはなってきますんでね。でウェリントン選手もこの試合で復帰を果たしたんですよね。で、まあ、ウェリントン選手を入れるのであれば、もうコンディションの問題とかあったのかもしれませんが、正直ねやっぱアビスパ福岡が、ボール持つ時間というのは多分これ退場した選手が出た時点である程度は予測できたんで、ってことは、まあ
やっぱ自分たちで崩さないといけなくなる。で逆に言うと、まあ、ボール持つ展開が、なくなるんで、やっぱ中の選手に強力な、このある選手、まあ、やっぱ守備ディフェンス面のことも考えて、ルキアン選手を引っ張ったっていうのもあるかもしれませんが、まあ、そこはでも、ね、こう割り切ってですけどね、まあ、自分たちでボール持つ時間が、長くなると予測される展開であれば、じっくり外で回して、そこからのクロスで沈めるみたいなところの、まあ、イメージはもっと早くてもよかったのかな、まあ、ウェリントン選手のコンディションの問題もあると思うんですけれどもね。ある程度福岡がこう自分たちでボール持つ展開になると、やっぱそこはクロスまでもねスムーズにいける可能性が高くなるんで、そこはやっぱウェリントン選手の高さをもうちょっと早く使ってもよかったのかなって個人的には、まあ、結果論ですけどもね、思った次第ですけどもね。だから難しいですよね、やっぱ自分たちで、じゃあボール持った時にどういう風なね、アクションを起こすか。この試合に関してはルキアン選手がヘディングで落として、そこでまあ2人目の選手が絡んでいくみたいな、シーンが2回か3回ぐらい多分あったと思うんですよね。でもちろんそれもいいんだけどね、そういうのもいいんだけど、まあ、ルキアンね、どっかでもうちょっとシュート打ってもよかったんじゃないかなってのはあります。こうクロスに対してヘディングで折り返すっていうシーンの方がちょっと目立ってしまっていたん でこうヘディングをゴールに向けてやるのも僕は良かったんじゃないか、まあ、落とすというのも一つ手段でありますし、より確実にというのはまあもちろんあるんでしょうけれどもっていうのがあるんで、そこはやっぱりヘディングが得意な、ウェリントン選手がそういうことができると思いますんでね。ってことで、まあ、鹿島が1人少なくなった状態ってことは、やっぱり福岡が自分たちでボール持つ時間が長くなるってことは、クロスまでもスムーズにいける可能性が高くなったってことで、ウェリントン早く入れるべきだったんじゃないかと僕は思うんですけどさ、まあどうでしょうかね。まあウェリントン選手とかのコンディションとか、ルキアンの守備の貢献度とかいろいろ考えての、まあこういう展開になったんじゃなかろうかというところですけどもね。でしかし、まあなんだかんだでラスト10分、まあ10分はいつか、まあ5分ちょいは、まあ5分今日は鹿島が決定機を迎えるということで、本当福岡の選手体張って最後守ってましたね。でなかなかあそこをね、鹿島が最後ね10人でも猛攻をかけに来たんで、そこで奪ってねカウンターで沈めるみたいなシーンが理想的だったかなと思うんですけれども、まあなかなかに難しい、やっぱ鹿島もなんだかんだで、好調なチームなんで、ね、難しさあるよねちょっとこですよね。であとはだから、そう1人多い福岡で、それでも終盤の猛攻をしのぐ守備は評価、これやっぱそれはそうだっていうところにはなってきます。まあ、対戦相手が何人であれですけれども、あんだけねシュート打たれて、でゴール前で危険なシーンも作られてしまって、でそこをしっかり守った、もちろんその前で、まあ、攻撃を切るのが一番いいんです。あそこまで運ばれないというのが一番いいんだけれども、それでもやっぱこう終盤の猛攻をしのぐ、そこの守備というのはやっぱ評価に値するというところですよね。で、まあ、ただですけれどもね、本当1人多い中で勝てなかったことをどう考えるかっていうのはあります。これやっぱサポーターの中でも分かれるんじゃなかろうかというところで予想はしてるんですけれどもね。でまあ個人的にはですけれどもね、まあ一番下書いてますけれども、まあ現状ね上位の鹿島に負けなかったことを、前向きに考えても良いと、僕は考えられるかどうか、割り切ることができるかどうかかなって、思っております。でも鹿島とのアウェー戦ってないんですね。もうこれ当たり前ですけれどもね、鹿島でのアウェーゲームというのは年に1回しかないというところで、これがまあ仮にこう1桁順位が、ね、決まるかどうかのゲームのところ、本当大事な、目標は、まあ、アビスパ福岡が今年、立てた目標に到達するかどうかってところで、こう鹿島とアウェーなんてやりたくないですよね、正直ね。本当ね、重要な試合になればなるほど、まあ、重要な場面ですよね。シーズン中の重要な、場面展開の時にこう鹿島と当たりたくないっていうのは正直どこもそうと、ね、思うんですよね。でしかし、まあそんな、ね、鹿島相手に序盤でしっかり引き分けることができたんで、次ホームでしっかり勝てばよかろうと僕は、思うんですけれどもね。本当ね、鹿島との対戦なんだかんだで多分鹿島今年もまあベスト5ぐらいは入ってくると思うんですよね。もちろん優勝の可能性も、ね、あると思うんだけども、しかしまあ確実に言えるのはベスト5ぐらいに入ってくる強豪であるのは間違いなくて、そんな強豪クラブとまあね試合して、ね、まあ、1人少ない、こっちが1人多い状況であったとはいえ、まあ、引き分けることができたというのは、まあ、僕はそんな悪い内容とか結果じゃないのかなってのは思うんですけれどもね。まあ本当この試合だけ見ればですけれどもね、まあ、勝ってほしいなっていうのはもちろん
あるんだけれども、まあ、長い目でシーズンを見た時に、まあ、あそこの鹿島戦は引き分けでねそこで負けなかったことが良かったよねみたいな、この勝ち点1の重みというのがですけれど今後出てくる可能性もあるんじゃ、なかろうかと。本当ねもう鹿島とやんなくていいんですもんね、これアウェーでね。本当ねこんだけ強い粘り強い、鹿島のアウェー戦がもうないと、それだけでもね、今後他のチーム相手にしっかり勝っていけばいいんで、そこは僕はポジティブに考えるべきじゃなかろうかと思いますが、さあこれは皆さんどう考えるか、よかったらコメント欄までよろしくお願いいたしますということで、以上パラブンテジェロサッカーチャンネルのつつんでしょうか、チャンネル登録します。さら